ハッピーウェディング前ソング、猫飼いたい、かわいいなど数々の名曲を生み続けるヤバい T シャツ屋さん。同バンドはギターボーカルの小山拓也、ベースボーカルの柴田有ボボ、ドラム森森本の3人組バンドだ。小山は中学生時代、マキシマムザホルモンのマキシマムザリョウ君に憧れ独学でギターを始める。その後2008年に10フィートのライブを見て衝撃を受け、友人とバンドを組み、高校の文化祭ではライブも披露。大学時代には軽音楽サークルに入部し、そこで男3人組のバンドヤバい T シャツ屋さんを結成した。 NHK の幼児番組のコピーなどをしながら活動していたが解散してしまう。その後出会ったのがボーカル・ベースの柴田有ボボとドラムの森森本だった。柴田は5歳までアメリカで育った帰国子女であり、英語がペラペラ。森森本はハーモニカやトランペットなども演奏できる多彩な人物。そんな3人がバンドを組んだのは2012年のことだった。小山が、今度ヤバい T シャツ屋さん行きますという先輩のセリフの語感を気に入り、これをバンド名にしたいと決意。そのバンド名で猫飼いたいという曲をやりたいというイメージを膨らます小山を見た柴田は、それだけ言うならその夢を叶えてあげたいとバンドへの加入を決めた。しかし結成の1ヶ月後には活動がストップ。1年後に再スタートするが、またしても活動休止となってしまう。その1年後、再スタートを切った彼らは関西を中心にライブ活動を行っていた。また自主制作 CD をリリースしながら、サマーソニックへの出演権をかけたライブ出れんのサマソニに応募、見事勝ち抜きサマーソニック東京へ出演を果たした。2015年には関西最大級の音楽コンテストであるイオミュージックトライ2015でグランプリも獲得。そして2016年フルアルバム We Love タンクトップでメジャーデビューを果たした。メジャー後は全国ツアーを行ったり、ロックフェスに参加したり、全国の学園祭に出演したりと精力的に活動を続けた。さらにシングル動物園ツアー、パイナップル先輩、元気いっぱいなど目を引く曲名を続々とリリース。順調に活動を続けていたが、小山がポリープ手術をするため2018年にはライブ活動を中断。無事手術を終えた後、再び活動をスタートさせた。2019年からはテレビやラジオにも登場し、彼らの知名度はどんどん高まっていった。同時に彼らのミュージックビデオも遊び心満載で面白いと話題となり、多くのファンを引き寄せた。ミュージックビデオの制作や監督は小山が務めているものも多く、文化庁メディア芸術祭やスペースシャワーミュージックアワードでは賞も受賞している。共感できる歌詞や面白い PV などが話題のヤバい T シャツ屋さん、今後も彼らの勢いはますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。